こんにちは。朝6時半です。雲はありますが晴れてきそうですね。気温はマイナス 5.5 度です。大手まりに積もった雪がちょっと溶けてまた凍ったようです。雪ににゃんこの足跡がありましたね。寒くないんでしょうか。穂が2本だけになったパンパスグラスです。常備滝のチッチ、今朝もやってきています。チッチって鳴いてますね。スマートになった有明の月が見えています。大手まりの枝に止まったスズメたち、まん丸ですね。ふくらスズメになっています。遠くの方は水墨画の世界になっています。つぐみが2羽いました。つぐみ、かわいいですね。シジュウカラもやってきています。物干し台に止まったチッチのアップです。スズメの学校にスズメが集まり始めたんですが、学校と大手まりの枝を行ったり来たりしているようですね。小さなつららができていました。いつものように iPad を固定して常備滝のチッチ見てください。ここからは5倍速です。一度飛んでいきましたね。もう一度やってきました。ここからまた5倍速です。昨日も相当長い時間ここにいたんですが、今日も結構ここにとどまってますね。スズメたちも集まってきています。チッチ、たくさん食べたでしょうか。飛んでいきました。朝日を浴びてスズメがオレンジ色に見えますね。昨日はスズメも他の鳥たちも雪に埋もれてしまって餌がなかなか見つからなかったと思うんですが、今日はだいぶ溶けたので大丈夫そうですね。庭の植物にとってはありがたい雪だったと思います。青空になってますね。つぐみが電線にいます。2羽いましたね。何やら恋の予感がします。シジュウカラ、この時は1羽だったと思うんですが、この後結構なグループでやってきていたみたいです。ひまわりの種だいぶ減っていました。またまたつぐみです。丸尾はバードウォッチング中ですね。スズメがたくさん来ています。今日もハシボソガラスがやってきています。今日は滑らないみたいですね。チッチがミルワームの催促をしているみたいです。今日は少し暖かくなりそうですね。足跡のない畑を通って阿武隈川サイクリングロードに来ています。東連峰がよく見えますが、どこまでが東連峰か分かりません。これは半田山ですね。離れた中州に白鳥がいました。ちょっと遠いのでよく撮れていないんですけどもね、どれが白鳥か雪かよく分かりません。阿武隈川はこんな感じですね。小さい中州もあります。カワウが1羽、水に潜りましたね。今日はさっぱり、カモがいません。これはカルガモでしたね。雪が残っているからでしょうか、散歩の人に会いません。またここを帰っていきました。12時半です。いいお天気ですね。グジュソウ、雪に埋もれています。雪をどけるとこんな風になっていました。日本随仙は思ったほど倒れていませんでしたね。でもブラッシの木、こんな太い枝が折れちゃいました。がっかりです。メジロのつがいがやってきていましたね。丸尾です。気持ちよさそうに寝ています。今日はこの辺でバイバイにゃん。